どうもウィリアム・テンプソンです。今回ですね、こちらの宮城工業のあの黒いなんかなんだっけ、チェロなんとかチェロ、あの黒ピアノっぽい色、ピアノイコール真っ黒じゃんってことで、そのピアノを作った人の名前にしようってことになったんだけど、そのなんか名前が結局思い出せないっていうね。なんだっけ、なんとかチェロバなんか バロンチェロみたいな、なんかそんな、なんかその名前だよね、ピアノを発明した人って。そう、そんで今回こちらの、油分補給をねしていくんだけど、まあ、前回 DPG を塗って終わったので、そっからね、6時間以上経って、10時間は経ってないくらいだと思うんだけど、まあ、まあちょっとまだ残ってると、この DPG が、まあ、ちょうどいいなってことで、あんまり乾燥させすぎても無意味だから、そう、先にさっさとね油分を塗って、その水分が蒸発するのを防ごうと、塞いでやろうと、ね、そういう意味で、まあそれが正しいんだけどさ、とりあえずあの前回デリケートクリーム塗ってないんで、前回っていうかあれかアーカイブじゃなくてプレミア公開にしたのか、あれも。そうそう、そっから今普通の動画になったんだね、やっと。やっぱこれ紺色なんだよな、ちょっとなんか気になるな。履けば気にならないだろうけど、なんかちょっと気になるんだよな。そんで今回はライオンの革オイル、あれを使って油分補給をしていきます。でも それ塗るだけだと思う、多分。だからまあついでにね、前回のあの状態でデリケートクリーム塗るんじゃなくて、今塗るっていう、ちゃんと時系列的なね感じで、まあ、そこはやっておこうと。いやー、すごいなこれ。あんでもさ、まあ自分で染めた感はあるよね。これマジで気になるんだけど、この赤いライニングに黒いさついちゃってるやん、マジで気になるな。これ多分アルコールがなんかで落ちると思うんだよね。いや、ちょっと気になるね、もう本当に。さすがに。私、ライニングについちゃってもあんま気にしないんだけど、これは気になる。ほんで、あとね、なんかすっごい汚かったから、綺麗にしたんだけど、なんかちょいちょい残っちゃってんだよね。なんか、全部取ったつもりがね、乾いたらなんか、出てきちゃった。結構ね、どうしようこれ。一応、ライニングにもやっとくか。結構さ、こういう、これ何がついたかっていうと、まあもちろんオリーブオイルとかそういうのはついてんだけど、まあそれはもう、どうせ浸透とかするし関係ないんだけど、昔ちょっと使った、ワックスコートみたいな、なんか液体？あれをね、こぼしちゃったんだよ、前に。まあ、垂れちゃったっていうのは正しいけど、それがさ、ずっと残ってて嫌だったんだよ本当に。それをね、そのアルコール、イソプロパノールと 100% のやつと、あとアセトンでね落としたんだよ。でほら、あれ多分樹脂だから、アセトンとかねすぐ溶かすんだよね。でイソプロパノールもなんかそういう効果あるっぽいから、んで溶かして落としたんだけどね。やっぱね、靴磨きやってるとそういうわけわかんない知識が増えて意外といいよ。なんか日常生活に役立つ。靴磨き自体がね、普通に考えたら日常生活の一つなんだけど、身だしなみをね整えるということで。そう、これをね買った、モード葉山で、マジ今回は頼んでないんだけど、頼んで、いつも頼むからさすごい長くなっちゃうんだけど、今回頼まずに2時間くらいずっと居座っちゃってたんだけど、もうだから雑談だよね、ずっと。靴の話っていうよりかは。なんか、結局、そういうさ、身だしなみとかをね、ちゃんと整えてる人って、なんか、ちゃんとしてるよねっていう。いや、私が別にちゃんとしてるとか、そういう、のアピールしてるんじゃなくて、なんか一
人はほら見た目で判断できないとかよく言うじゃん。でもさね、多分判断できるよね。なんだろうな、なんかさ、例えば悪そうな感じで実はいい人だったってよくあるじゃん。あれってさ、それもなんとか効果って言って心理的なあれじゃん、ギャップじゃん結局。早い話だから普通のことしてんのに悪そうに見える人がなんかちょっといいようなことするとよく感じちゃうだけじゃん、あれって。まあそれは別に関係ない話なんだけど、例えばほらだらしない格好をしてる人とか、おしゃれじゃなかったとしてもだらしない格好をしてるってことはやっぱ相手に不快な思いさせるじゃん結局のところ。そういう気遣いはできない人っていう風に捉えられるよね普通に考えて。それなんかちょっとその悪い格好っていうのはさ、おしゃれっていう点観点でもあるじゃん。なんかまあ悪い、それを悪いっていうのはか分かんないけど、例えばストリート系とかさ、まあドレッシーではないじゃん絶対。ちょっとスカジャンとかさ、ドレッシーではないけどちょっとなんかまあ悪っぽく見える感じあるじゃん。でもあれはあれでおしゃれなじゃん単純に。だからそれでイコールみたいなのはちょっとバターは話は別なんだけど、なんか単純にだらしない人、例えばスーツ着ててだらしないとかね、それが高いもん安いもんとかそういう話じゃなくて、むしろね私みたいに、まあ、そんな安物は着てないけど異常なスーツ着てる人は危ないと思う。異常なおしゃれかもしんないけど異常みたいなさ、そういう人は危ない気もするの。するなんかこだわり強いだ頑固野郎みたいなね。私はどっちかというとそっちだと思うんだけど、自分を客観的に見るとね。まあそれはさ、でもまあ私はなんていうの、そういう紳士的な格好をするわけだから、そんな格好をしててなんかやり方がね、性格っていうかなんだろうな、やっぱ紳士的イコールすごい気の使える感じあるじゃん。嘘でもそういうのはなんかちょっと意識はしちゃうよね、どうしても。だからさ、そう意識の問題じゃない結局。だからそれで言えばやっぱだらしない格好してる人ってそう思えるよね。別にいいんだよこんな水分補給と油分補給わざわざ分けてね、革靴をプレメンテしてるから正しいっていう、正しいは正しいとは思うんだけど、それじゃなきゃダメっていう意味じゃないからね。なんか普通にさ、靴はやっぱ相手にさ不快な思いさせるじゃん、ドロドロの靴とかで行ったら。いやいるんですよ私の周りにもね、そういうなんか異様な気の使えなさ誇ってて、しかもだらしないで、まあ周りにいるからっていうのもあるけど、その周りにいない、話聞いてる限りでもそういう感じに捉えられるよねっていう話ですね。そう思いません？皆さんは特にこういう動画見てるからさ、多分こだわり強いしね、そういうおしゃれとかする人も多いと思うんだよ。おしゃれするってことはさ、やっぱ自分を見せるって魅力の身で見せるためにやってると思うんだよ結局。でもまあだからこそそういうのにも気使うんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。ただまあだからなんか愚痴だよね。その周りにいるって言ったその人に対する愚痴だよねこれ単純に。そういう話をねモードアヤマでしちゃってたって。いや別にずっとその話してたわけじゃないけどね、やっぱほらお店やってる人からするとお客さんは当然いなかったけどね、やっぱ
結構多いと思うんだよ、そういう人も。ね、いくら靴屋さんって言ってもさ、靴屋に来るイコールおしゃれじゃないじゃん、別に。みんな必要だから、靴は。そういう感じよね。これあんまオリーブオイル塗りすぎてやばいからな。2回に抑えとかないと。だいたいね、4回塗ると、やばいかもってなる。一気には。だから、2回で抑えて、次のプレメンテ後の履いた後にメンテナンス。その時にまた2回塗るみたいな。そういうのはちょうどいいかなって最近思い始めてますね。で、とりあえず、ソールにも。ソールもね、だいぶ塗んないといけないんだよさ。これね、赤をね、どうするかだよね。なんかでも、あれだね、普通だね。別に。ちょっと気にはなるけど、そんなチラッと見る程度じゃん、どうせ履いてんとき。でもさ、履いてんときは別にいいんだけどさ、足組んだときとか結構ね、見えるからさ。てか私今ね、また腰をやって、腰っていうかこれ座骨神経だね、完全に。前もそうだったけど。なんか腰っていうよりかは、もっとね、下の部分だよね。なんか、すっごい痛くてさ、今はこの椅子はなんか平気なんだけどさ。あ、じゃあ置いちゃった普通に。硬いね。車とかは超きつい。マジできつい。前ちょっとね、なんか、私の車、ちょっとまあ、20年くらい前のやつなんだけど、そう、エンストしちゃって、まあ、結果的にね、エアフローメーターの、ちょっと、こういうなんかフィラメントみたいなやつがダメっぽかったんだけど、どうやら今のところそれ変えたら症状ないから、まあ良かったんだけど、その時ちょっと修理出して、まず見てもらったんだよ。まあ結果的にね、うちにその部品があってうちで直したっていう話なんだけど、まあそれはいいとして、まあそこがどうか分かんなかったから最初。その時にさ、台車をね、乗ったんだけどさ、ちょうどその、痛い前、もう、最高に痛い時で、それが。なんで腰痛の時にこれが起こるんだよ、みたいな感じでさ、ちょっと、恨んでたんだけど。ちょっとここだけ塗っとくか。したらさ、軽自動車だったんだ、台車が。そこでいつも台車普通貸してないんだよね。町の修理屋さんみたいな感じだから。だけどね、なんか、特別に貸してくれて、いつも特別に貸してくれるんだけど、それって特別なのかって思う。当たり前を当たり前と思うな、みたいなね。どうしようかな。どうせこれ置くから、いっか。ちょっと待ってね。そしたらさ、軽自動車で、なんか鈴木の軽自動車だったんだけど、めっちゃくちゃ痛くて、もうね、行って帰って、だけ、往復しただけ。あれ、なくなっちゃったの？あったあった。そう、これ普通のオリーブオイル。もう、靴磨き動画にこのオリーブオイルは出てこねえだろっていう話なんだけど、皆さんね、靴を、吐き鳴らす、うん。いや、これ別の動画にするか。ちょっと申し訳ない。申し訳ないけど、別の動画にするわ。すぐ終わる動画を作る。とりあえずだから今回は、油分補給終わりです。次回、一応クレームとか塗って、で、ニュートラルとブラック塗って、で、あれかな。表面下地とかやるかやんないかちょっとわかんない。そのくらいの、までやって終わらせます。ということでちょっと。次回ね、このオリーブオイルを使ってえって思うようなことをするので、ぜひ見てください。それでは。